さん、こんにちは。イースタクターの大江です。今日もこの動画をご覧くださってありがとうございます。そしてまた私のマイルーティン競技スタートさせていただきます。ほーということで、皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。皆さんがこのようにご覧くださるおかげで、今のところ毎日動画配信続けることができてます。ありがとうございます。私はですね、この動画を通じてみんながピュアに、そして明るく元気に、生き生きワクワクというエネルギーをつながったらなって思ってるんですよ。だってですね、体を動かすと体にも心にも脳にもいい影響があるんですよ。皆さん、なので一緒に私と動きましょう。はい、今日はですね、またこの久しぶりにこの椅子を使ったワークを紹介していきたいなと思います。膝が痛い、股関節が痛いなどという方にもおすすめです。そしてランニングをしているという方にもですね、おすすめです。ではですね、この椅子のなるべく前側に押し掛けてください。そしてまずはトン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 とこの小刻みな動きをしますね。関節を整えていきますね。はい、そしてトントンタッ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 と、足首が硬いといろんなところに負担がかかる歩き方になりますので、まずはこの足首の動きを柔らかくしていきたいと思いますね。はい、そして腕を振ります。さあ、お腹大事なんですね。グッとしっかりお腹を引き上げましょう。タンタンタタタタンタンタタタンタンタンタタタタララ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 。はい、かかとを前、はい前、はい、少し膝裏が伸びますね。はい、そして今度はですね、つま先を交互に少し反らせています。膝が痛い時にもこの動きは調整になります。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、そして開く閉じるこの股関節です。そしてクッと体を上に引き上げながら、はい、1、2、3、4、少し足を開いて一回座り直しましょう。そしてブル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 、グッと引き上げて、後ろに骨盤、はい前です、後ろ前、はい後ろ前、お腹をしっかりしますね。さあ、じゃあこのまま少しツイストをしましょう。ぎゅーっと気持ちよく、はい、では今度反対側ですね。背中や脇腹、太ももの内側が気持ちいいですね。さあ、そしてずるずるずると、もう椅子から半分ぐらい落としてしまいます。お尻を落としますね。そしてこの太ももを内回し内回し内回し、ここからずーっと伸びてますよね。そしてちょっとお腹の位置を高くして、ぐっと振り返ります。さあ、体を整えつつ引き締めつつですね。はい、今度はですね、このまま手をふわーっと戻して、反対です。この太ももを内回し、膝から下も内回し内回し、そしてぐっとお腹を引き上げたら後ろを振り返ります。さあ、どうでしょう、気持ちよく、はい、そして手をふーっと、じゃあもう一度繰り返しますね。半分ぐらいお尻を落としてください。内回し内回し内回し、そしてなるべく背骨をスッと伸ばして振り返ります。さあ、引き締めストレッチです。はい、そしてブーうわーって感じです。内回し内回し内回し、ぐっと体を上に引き上げてツイストしましょう。ブー、さあ、気持ちよく伸びながら引き締めですね。は、片手を沿わして、皆さんこのままですね、ちょっと片側に上じわー伸び伸びとします。はい、足を戻して、反対なんですが、上にギューッと伸びてじわー、腕ウエスト気持ちいいですね。はい、また変えますが、うわーって広げて、そしてじわー上に上にって気持ちです。こちらの足元でピュッと押し出しましょう。はい、そしてうわーって感じですね。うー、伸び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 、うー、はい、足を狭めたら、ここでちょっとお腹を引き上げて、少し
肩回しです。そしてもう一つ、ぐーっと骨盤を押し出します。うわーって感じです。気持ちよいです。ブリッジ状態です。体の前を開く、胸を開くっていうのはとっても大事ですね。代謝が良くなります。そしてここからぐっとツイストします。ヒュー、反対側をどうでしょう。ヒュー、そして向きを変えます。さあここお腹をしっかりいきましょう。そして片足を伸ばしていきますね。でこのままもしも、よかったらですね、反対の手です。ぐらつきやすいですけど、ぐっとお腹で支えましょう。はい、そして曲げます、伸ばします。遠くに手と足です。曲げて伸ばします。遠くに手と足です。もう一度繰り返します。はい、足を下ろして一回体を起こしてお腹でしっかり支えてください。肩と耳の距離を離して反対側です。足が遠く後ろにって感じ。そして逆側の手と足を引っ掛けです。そしてグッと引き寄せて、はい、遠くに伸ばします。グッと引き寄せて遠くです。グッと引き寄せて遠くに、はい、体幹と足が良くなりました。さあじゃあ足をガバッと開きますね。ガバッと開きます。そしてちょっと腰腰この肩と後ろに突き出しながら、うわーって感じですね。気持ちよく、はい、反対にしてみますね。肩とグッと後ろ突き出して、さあ体を起こしましたら、このまま今度はこういう形で伸ばして引き締めですね。胸をグッと持ち上げましょう。さあ、そして逆側もなんですけれども、逆側もなんですが、胸をぐっと押し出します。はい、そしてまたお尻を持ち上げますが、胸を高い位置に。じわー、これは気持ちいいですね。座ってる時間が長いと体の前側が縮こんでますから、このように開くことはとっても大事です。はい、どうでしょう。そしてすねのところ、ぐる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 入れ替えます。ぐる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 、そして片足をかけますね。この形です。ぎゅーっと体を引き上げて前に倒します。ここ伸びてますよね。起こしていきましょう。で今度は深くかけて、ぎゅー、はい、戻します。今学校のチャイムが鳴りました。はい、では反対側、ぐっと体を引き上げて、ここ伸びてますね。そしてじわー、この辺伸びてますね、伸びてますね、伸びて引き締めですね。さあ足を深くかけたら、お腹をぐっと引き上げてツイストします。はい、皆さんどうでしょう。そしてもう一度ですね、ぐっと押し出していきましょう。うわー、はい、頭をタッピング、顔もです。パタ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 、さあ立ち上がりましょう。どうでしょう、しっかりね、体が安定している感じがあると思います。はい、そしてブラ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 。さあではですね、最後は一緒に声を出して息吐いてみませんか。あでしょうか。椅子を使ってストレッチ、引き締め、整体しました。立ち上がった時にシュッと体がしっかり安定していたのではないでしょうか。さあ皆さん、短時間ではありましたけれども、気持ちよく動いていただけましたでしょうか。今日も最後までありがとうございました。また明日もご覧ください。大谷でした。